この記事では、1932年から1945年まで存在した満州国における軍服について述べる。満州国軍は、県軍当初、従来から満州に所在していた東北軍や、各省の警察隊、自衛団、また反徴兵的に集められたものなど、種々雑多な人員で構成されていた。したがって、着用する軍服も、各部隊まちまちであった。 そこで、軍政部では、人心を、真にし、非軍、との識別を容易にするため、まず陸軍の統一的な複製を大道元年末に、交付、施行するに至った。また、定戦移行後の安則2年3月5日に、直霊第十号により、海軍複製が制定された。陸軍の軍服は、急に本陸軍の影響が、比較的強かった。 皇天派軍閥のものを引き継ぎつつ、日本陸軍の要素を取り入れた、陸軍複製が大同元年12月28日、軍令第9号によって制定され、以後の複製の基礎となった。上着は詰め入りで、シングルの5つボタン。物入れは、軍艦及び軍差は、胸部と、腰部左右に2つずつ。軍師、スケ及び兵は、胸部の左右に2つと、日本陸軍のそれと同様であるが、 貼り付け型物入れである点が異なる。また、軍士兵の上着には、裾のサイドベンツがない。後防制防潮安則2年8月2日、制定憲兵用防潮安則7年8月29日、制定工場軍に属する軍人の防潮エリ賞の、色は、日本陸軍に準じて定められた陛下ごとの定職と、定められた。その後、安則8年10月に陛下が廃止されたことに、 伴って複製改正が行われ、憲兵と各部以外は襟章を付さないこととされ、さらにすべての軍人に、円形の大地に五色聖章を付した強章を付すこととした。また、参謀の職も襟リブ章で表示されるため、陸軍において職所は、将官同僧等官の礼服用以外には存在しない。軍士兵のズボンは、当初は、 徒歩車用のストレートズボンと乗馬車用の乗馬ズボンとがあったが、安則4年5月の複製改正により、日本陸軍に先駆けて短袴式に統一された。軍防は、当初は官房型のもののみ制定されたが、安則4年5月の複製改正により、俗に平原防といわれる第二種軍防が、将校、将校相当官用の略防及び、 軍師兵用の軍帽として制定され、従来の官房型のものは、第一種軍帽とされた。したがって、この改正によって、規定上は、軍師兵用の官房系軍帽が姿を消した。某将は高防制型で、満州国の国旗同様機、黒、白、青、赤の五色の執法在庫を施されたものが使用された。翌英軍、近衛隊に所属するものは、聖将の周りに、 綱領模様が付されたほか、安則2年8月の複製改正により、憲兵の傍傷にも抑衛軍、近衛隊と異なった異性の綱領模様が付された。また、海軍が安則5年11月に工場軍として陸軍に編入されたことに伴い、安則7年8月の複製改正によって、工場軍に属する軍人の傍傷は怒りが下に敷かれた五色聖章とされた。 装具については、マキギャハンやエリフなど一部に使用書が制定されてこそいたが、路角品や旧軍閥時代のものなどが雑多に使用されていた。その後、軍の補給生産体制の整備に伴い、安則5年1月に各種装具や寝具、腕章等の正式が定められた。正式は概ねに本陸軍に近いが、作業員の形状や軍資併用管キャハンの地質、配能の形状、 肘章の色などに差異がある。また、正近章は黄色の山形である。礼服は、大道3年1月の複製改正により、軍艦、軍佐の礼服制が定められた。その後、安森2年4月の複製改正により、ヘルメット型であった礼帽が、日本陸軍の聖帽と同様の欠備棒型に改められた。服装の種別については、満州国陸軍の服装規定では、 日本軍の清掃にあたるものを礼装と称し、以下、通常礼装軍装略装がある。海軍の複製は、基本的には、旧日本海軍のものと同様であるが、一部分に差異がある。すなわち、防掃の上部や襟掃、検掃につけられている、大荷掃が、賠荷掃となっている点や、主官の正位軍位についている袖掃の関係部が分離している点などである。 この内袖章の際については、旧東北艦隊時代の複製の影響を受けたものである。海軍複製は、安則2年3月に制定され、その後、安則4年4月に改正が行われている。この改正では、従来銀色金属製打ち出しの倍化章であった、士官軍帽の前哨や、士官の検証を五式執法制、倍化章に改めた。ありがとうございます。